はい、皆さんこんにちは。畑典一です。今日はですね、足が速くなりたい方必見、自宅でできるダッシュ力向上トレーニングをご紹介したいと思います。速く走るっていうことはスポーツでね、結構必要になるんですけども、足がですね、流れてしまって後ろに、足が引き上がってこない、地面の反発をうまくもらえてない方が結構多くいます。特にね、まあ、球技系、サッカーとか野球をやってる方が結構多いんですけども、今日はその動きを修正して、地面の反発力を上ではなくて反発力を前に伝えるようなことができればやっぱ速く走りやすいので、それをね、それができる自宅でのトレーニングをご紹介したいと思います。壁、多分ね、自宅ではみんな壁があると思いますので、壁に両手つきます。で、かかとをしっかり上げていきます。足首を固めていきます。で、この状態から、かかととお尻、足、あと上体ですね。これが一直線になっているかどうか。こうなったり、逆に、腰がクンと落ちたりしないようにかかとから膝、お尻、肩、頭が一本の棒になっている感じで、で、これで両手で前に押します。もちろん前に走るので前への推進力を与えるという意味でしっかり、ね、前に体重、この壁を押すような感覚を得てください。こういう感じで足首で寝るんじゃなくて足首は上げてかかとを上げてしっかり足首を固めます。この状態から体をまっすぐにしたまま足を片足上げます。で、これが結構ですね、足が上がらない方が多くて、地面がね、やっぱりしっかり、高いところから落ちた方が反発を得られる。ここから落ちるよりも、この高いところから反発を得られますんで、しっかり足を上げています。この時ね、こうなっちゃうんですね。まっすぐ。この立ち足と体、肩はまっすぐです。で、頭はね、こう、顎は上がらないように、こうなると重心が後ろに行きやすいですので、顎は引いて、首をまっすぐしていきます。この状態が、片足を地面の反発力を得て、引きつけます。こうなったり、腰が落ちたりしないように、100m の選手とかは、設置時間が 0.1 秒、設置の時間の 0.1 秒、それぐらい早いんですね。で、ただ、球技選手、足が流れてくる、流れると、ついてから流れる、これだけでもう 0.2 秒とか、ひたすると 0.25 と 0.3 秒近くかかっている選手もいます。そうなると、ピッチがね、つく時間が長いってことは、やっぱピッチが遅れるので、しっかりついたら、この反力を生かして、上に上がっていく、この床反力を、前方に変えていくっていう、こういう動きができてきますので、これを、まずはですね、片側20回、できる方は30回を目安にしてください。で、できるようだったら、交互に行って、軸が崩れないようにしていきましょう。今度はね、空中で入れ替える、切り替え動作も、この応用版になりますので、これはね、またご紹介したいと思います。まずは、初心者編というか、初級ですね。これ初級になりますので、片側を20回から30回、もう優位にね、できるようにしてください。結構ですね、できない方は音がこうスッとこんな感じになってしまう。音がね、反力を得てない感じ。これダメです。こういうパンという床反力を得て、こういう音をパンっていう音が出ると、まあちゃんとね、床反力を使えてると思いますので、このね、音もね、できるようになったら多分分かってくると思います。はい、今日はですね、ダッシュ力向上トレーニング、自宅でできるトレーニングをご紹介しました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また明日もね、お会いしましょう。さよなら。